ゃあ配信では初だからうちのステッカー見てこうか。もっとむそうこれね、あの翻訳終わってるから。あ、待って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 、あのジャンルあるか見るわ。配信の、あ、今ぶつったかもしれないけどごめんなさい。あるなあったわ。ラショップありがとうこれうちのラショップで、店長の飯が作ったやつなんだけど、あ、こんなに動くんや。これ名前変えれんの？変えれんか。インヨル魚、骨、ハンドメイド、ハーブティー。ジャンルにミミズの王様がミミズの王こちらになってます。お気に入り。トーテムポール、昼ご飯、新作ゲーム、ミミズの王。とにかくこれを大量にあのステッカーを売りさばいていくっていう、なんかあの利益率の低い経営ゲームです。雪原を行く王、ご機嫌サウルス、ロックオン、照明写真、おやつで、こっからがスチームデックで作ったやつ、鳥ってなってるやつ。結構いろいろ作ったね。わーって、サボテンおじさん、家庭用キノコ、ニヒルナサンタ。まあとりあえずあの人物的なのはサボテンおじさんとニヒルナサンタ。急にローマ字片言になるのにメッセージどうなって、森なんでフォレストにしんのっていうね。で、あと寿司あげる、フォーユー寿司あげるとか、祝福された猫で終わってる状態になってて、でそれで一応目的としてはこれ全部買いたいのね、ショップにあるステッカーたちを全部買いたい。でもね、絶対に足りないのよ、まるで足りない。だからまあちょっと、買うんだけど、この稼ぎをしなきゃいけないんだよね。家庭用キノコ意味わからんすぎる自分でもあの当時の気持ちがわからないよ。全然足りないと言いつつ、とりあえず買うオーナー、そう買います。あ、やばいやばいやばい、非常にまずいって感じで、あのハートを消費して買うものと、これステッカー素材ね、組み合わせてステッカーを作るという。あと、このようにちょっとちっちゃいけど、お金を費やして買うものと分かれてて、で、あのこの世の中で大事なのはどっちかっていうとハートだと思ってる。で、注文が来てるからそれをね、詰めてくね。リラックス。この注文さばき作業はさ、あの何らかの障害なんじゃないかってレベルで下手で、こんな感じでさ、パパパって似たような色合いのやつが並ぶとさっぱり分かんなくなって一時停止するんよ。でしかもね、確認した上で、あ、家庭用キノコだ確認した上で失敗していくっていう、これは何の能力が欠如してるとこの作業ができないのかちょっと分かんないんだけど、エッグじゃ見えにくいとかではなく、あ、現在もね、うまくできない。スチームデックはね、操作めっちゃしづらいから、絶対にやるなら、こっちのパソコンで、マウスでやった方がいい。絶対そっちの方がいい。飯さん、流れ遅いよ。もっと早く。あ、やばい。めっちゃ慌てて、死ぬほど失敗するパターンだ。ね、個人的にはあんまり本意じゃないんだけど、こういう、自分の、まあ、主義主張を掲げた、なんていうの、こういうの、これとか、なんかまあプライドアイコン的な、プライドシンボルっていうんかな、あの日本語ではあんまり正確な翻訳がないよね。例えば自分はバイセクシャルですとか、自分は
性別がありませんとか、そういった主張のを示す旗みたいなのがあるんだけど、それをね、それもね、作らないとストーリー進行しなかったんだよ。あの、個人的には別にどっちだっていいんだけど、皆さんがどうだってどっちだって構わないんだけど、自分の関係ない分野に口を出したくないのね。だから触れたくなかったんだけど、作らなきゃいけないってことでやむなく、おい猫入れ、作ったっていうものもある。ちょ、クリスマス仕様にするわ猫。6歳児がやってるくらいだから、年を取れば取るほど辛くなるゲームなのかな。いや絶対そう。なんかね、てかあれか、作りすぎたんかもしかして作りすぎたっていう可能性もあるね。上にある在庫数かなり豊富に印刷しておいたけど、ほっとくとなくなるからまた大量印刷をしなきゃいけない。で、このあの発送作業をみんなは見つめてるだけっていう虚無の時間ね。まあでも今日は闇鍋配信だから、もう何でもありってことで。多少の色合いは意識していく。で、納品。詰め込んだ、発送した、寝る。ハートの笛がな、ハートの笛あんま分かんないん。何によって増えるんか、いまだに分かっていない。分かる人いたらまた教えてほしい。この作業もアンパッキングも出すか入れるかの違いだから作業に向いてると思う。うん、作業大好き。ちょっと待って、多くね作業芸本当に好きなの。なんかね、あの、よくこんなの一生やっていられるねっていろんな人から言われる、そんなゲームを延々とやるっていうのが大好きで、だから作業系はどん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 紹介してほしい。なんならさ、あの、三国志とかそういう系もさ、言ってしまえば作業じゃん。で、カイロソフトもさ、作業だよね、あれ。安定してくると特に。本当にあの、後半なんてあの、数字が増えていくのを見守るしかないんだから。ハートは星の数。ハート星の数。星の数だけもらえるっていう感じなのかな。あ、ちょっとじゃあ次一致するかどうか見てみよう。9件詰め込めたらいいので、じゃあの、あんませかさないように見守っててほしいんだけど。ペーパーズプリーズ配信版も待機しておく。どれやったっけ、入国審査だっけそれって。本当に、本当に横文字に弱くてだね。タイトルを全然覚えられない。入国審査ね。あれもやりたいね。この辺に置いとこう。ねえ、こんなにさ、こんな箱使っちゃったらさ、前々からあの、ずっと思ってて、あまり言わないようにしてたことなんだけど、まるで利益出ないよね。いいよ、ステッカー買いたくなるな。でしょ、あのさ、ちょっと我慢したいよ。え、いつだっけ、昨日、あ、じゃ昨日雨だったから、おとといか。おととい、雑貨屋さん行ってきて、ちょっと、あ、ステッカー並んでる、欲しいみたいな風になって、我慢してきた。実はあの、もともと結構シールの類が好きでさ、時々買ってるからさ、使いもせずに。あ、まあいいや。常に、物は集まってるんだよね。紙だから意外と利益出るかもしれない。あ、そっか。まあ、そもそも安い。ただ、作業できる時間が全然。気持ち悪い、これ。こういうパッキングでお届けしてほしい。確かに、なんか可愛い感じにさ、あ、じゃあ次の人、この人には、ちょっとおまけも、え、これがこれだな。おまけも購入していこう。はい。家庭用キノコ欲しい家庭用キノコか。みんなお気に入りはどれだろう。私は、雪原を行く王が好きだな。あ、家庭用キノコ良い一日を。このもじゃもじゃの梱包材のせいでシールぐちゃりそうだけどいいよね。そう、このもじゃもじゃは若干いらない
かもしれない。これと、あ、また家庭用キノコ家庭用キノコ、トーテムポールか、トーテムポール、あ、もう一匹、3匹か。フルーツにしよう。ステッカーに名前ついてるとクリエイターの味が出ていいね。あ、本当にね、そう、なんかみんなどんな名前つけてんだろうって結構ね、最近気になってるんだよ。てかさ、これのストーリーの実績をクリアしたからか知らんけど、注文数が、1日あたりの注文数が圧倒的に、95だって足し算、1、2、3、15、あ、もう諦めたかもしれない。でも95ぐらい集まってそうな気がするよえ、でもさ、ここになんかプラス15ってついてるのある。なんかこのゲームちゃんとカテゴリーあったんだ。あったんですよびっくりなことに。え、45しか、ここでプラス45、あ、これで95だ、95だな、このプラスでついてるやつで。下の星じゃなくてここに書いてある数字だな。じゃあこの数字はどうやったら獲得できるのか。一定数出荷するとボーナス出るのか。出るのかもしんない。ねえねえ、いや待てよ、このさ、プラス15とかプラス25になってる場所ってさ、ここあの右上のさ、星みたいな場所が満タンになってるわ。こいつらだけ。ってことは、満タンになりました。で、満タンになったら、あの、下の星のランクがね、上がるんだけども、上がるはずなのね、多分。その際に、ハートが得られる。ね、ってことはさ、星がマックスになっちゃったものを売り続けるんじゃなくって、どんどん新作を作って星稼ぎをした方がいいんじゃないのか。ハートを、ことハートを集めるっていう点においては、って思うんだけど。ほら、なんか数がやばいなんかね、Steam の実績を解除、一定数解放するまでは、あ、家庭用キノコ。1日に2、3件とかだったんだけど、それがなんかすごい増えた。あ、この辺、要印刷だな。陰夜魚と骨か。で、家庭用キノコ。新しくするってことやね。そうやね。新しい、なるべく刷新していって、ね、新しいのを作っていった方が良さそうだ。家庭用キノコ人気じゃない？あ、ミミズの王が。ミミズの王と寿司あげる。で、そうだね、せっかく見てくれてるから、まあ、印刷もするんだけどさ、ステッカー作るか。作りましょう。動作もちゃんとしてるようですし。さすが私が見込んだだけあるな、家庭用キノコ。あ、またや。あ、雪原欲王も来た。雪原欲王取り、トーテムポール、家庭用キノコね。あ、鳥好きなのかこいつ。生き物好きなんか。ウジ虫なのにミミズの王になっちゃって。そう。翻訳ではなんかウジ虫とか言われちゃってるけど、もうミミズと認定してミミズの王にしました。で、こっちのこのステッカーに関してはもうミミズともつけずに雪原欲王になっております。なんかあげよう。何それ、ミミズってその感じなの、まさか。それは強そうだな。注文したら家庭用キノコ1個無料レベルで注文来てない。本当にね、殺到してるんだけど。リラックスと、で、陰夜魚で、陰夜魚骨をが足りない。陰夜魚骨、ご機嫌サウルス、あ、皿、
陰夜魚骨ゴキゲンサウルスサラ、絶対覚えてらんない。おじさんもだ、おじさんも猫も減ってきた。ちょこれは忙しいぞ。あれ今の合ってたっけ見てなかったよ数。森リラックス、ミミズの王、ミミズの王、トーテムポール、はい、おじさん猫猫猫おじさん、あおじさん猫、猫祝福された猫、ドーナツ、はい、ドーナツ、いい夜魚、たまにはこういうのでカラフルにして、よし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 、発送して、でドーナツ足りてなかったかもしれんやばいあマジか、やべえやべえやべえ、じゃあね、あの失敗で出てくるわ、あ時間足りない、寝ます、あ失敗した返金しろハートもらえなかった、あちょっと骨をそろそろ終える時期が、まあ印刷しちゃったな、でもじゃあ古い商品で今後あの在庫が尽きたらなくした方がいいんじゃないか、でもさなくすためにはね、あ下手下手、よかった、なくすためにはショップでね削除しなきゃいけないのよ、そうしたら多分、いやこれだきっと、この公開だ、で先日動画撮ってて気づいたんだけど、これを押すと自分のパソコンに保存されますんで、個人用として楽しむことができます、家庭用キノコとかをね、寿司あげるとか、とりあえず印刷だけやって、こっちだったっけ、サボテンおじさんだったよな、足りないので、ゴキゲンサウルスがまあそんなに足りてなくもないけど、まあ20ってところだったから、ゴキゲンサウルスで、ん？そんなもんだったっけな、まあちょっとだけ、あ、皿サンタさんコスパ良すぎるし、敷き詰め方されてるこれねこれね、正直 LGBT 的なの削除してもいいよな、ほんとね、そう思うのよ、あっていうかさ、そもそもさ、ストーリーが進んだから、ごめん、一回スチーム開かして、その前に OBS を、今ね、多分スチームページが見える、開くと見えるようになっちゃってるから、ちょっと配信では見えないようにして、どこ行ったかな？スティキービジネスの実績。このプライド関係の実績は、達成してるんだったらもう非公開にしてもいいなと思ってる。どこだ？どこで実績一覧見れるんや？これか、自分の実績を表示、虹色のやつツイッチのスタンプにもあるよね、ああそうなんだ見られてるかのような、多分今ね画面は止まってて、アンロックしてない実績を見て、多分そのちょっとコリコリ、お喋れんわセンシティブなやつはもう必要ないのかもしれない、ひょっとしたらね、実際自分でもね、あ非公開、はい、
何が何だか分からなくなるといけないから、これは覚えてるけど。そうだよね。で、非公開にしたらどうなるかもちょっと気になるところ。明日反映されるから今日のには含まれてくるかもしれない。いい夜魚。いい夜魚、カエルについて何の言及もないからね、タイトルで。ミミズの王、魔女サウルス、リラックス、よし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 。実績って終わったら削除しても問題なさそう。なさそうな気がする。リラックス。薄毛の行方を、ニヒルナサンタ。世の中はマリモだと思ってるかもしれん。これが、森の方。森。あ、まだ足りない。森、リラックス、昼ご飯ね。OK。できました。持ってきます。まだステッカー作る時間なかったよ。寝る。これでひょっとしたら次にこの顔だから、これニヒルナサンタか。ニヒルナサンタがひょっとして、あ、魔女サウルスもだけど、ハートを得られるようになるんじゃないかな。リラックスもそう思われる。作ろう。作りましょう。先に作れば勝ちだ。そう、おばちゃんみたいになった。おかんがおる。どっちや、こっちか、どっちかというとこっちか。これが大阪の。ピース。ネクタイ柄のマフラーした。マフィアになっちゃった。平和主義です。いやーちょっと。サザエさんにある。サザエさんって平和主義で合ってるかな。
あの骨に健康っていうメッセージついてるやつ翻訳してめっちゃ笑った骨はあの健康だからサザエさん闘争派だと思うあかんやん。サザエさんは月曜日を思い出させる人だから平和主義じゃないかもしれない。それはいかん、それはいかん。一応これあのどんな矛先を向けられてもあのこの人は平和平和的方法で今後も解決していきたい。ちょっと何言ってるか自分で全然わかんない。お化け、矢が刺さる寸前なんだが、あ、大丈夫大丈夫大丈夫。あの矛先がね、あの向いてるだけで。頭に2本根が刺さってもピース、あ、そう、それ、このスラッシュマークにしたかったよ、ピースをで手頃なやつなんかないかなって考えた結果、もうあのこうするしかなかったかなって。この矢のこの部分を隠せたらいいんだけどね。まあそうもいかないか。これが一番でかくてもいいけどな。ゴー軍と義軍からね。どうせ矢があんだけの幅取ってんだから、これはこれぐらいの幅があってもいいんじゃないかって一応思ってて、向き逆にしないあたり刺す気持ちがあったんだよ。慶州制圧される時の食軍かな。あ、これでもいいんじゃない。ね、やっぱり平和っていうのを勝ち取るためにはそのある程度ね持っておく、こう手段としていろんなものを、弓矢といい、剣といい、サングラスといい、手段としていろんなものをやっぱ持っておいて、その上であのもういいわ。え、自害しようとしてませんか。平和にしないと殺戮的な思いかもしれない。武力で圧力かけつつピースってこと、そういうこと。抑止力やめて。あ、じゃあ分かった。ちょっとこのピースって危うい表現やめるね。トゥードゥにするわ。トゥードゥでいく。今この人弓も取らなきゃいけない、あと刺さった矢も取らなきゃいけないし、あの自分に向けられた剣も、まあ、どうにかしなきゃいけないしってことで、やることが盛りだくさん。そんな時はトゥードゥリストをあのちゃんと作ってね、頑張りましょう。まあ、これでいいやろ。核抑止みたいな。ちゃんとあの、トゥードゥに、トゥードゥに変えましたんで大丈夫です。刺さってたんだ。これであの、結構、で、細かなさ、もうちょっと細かいやつないかな。違うんだよね。もっと細かいやつ。記号、音符なんかこんなところで沸かせてる場合じゃないから音符は使わないけど、なんかないか。なんもないな。まあ行動に移そうとしてんじゃねえか。やることリスト、いや、そんな、トゥードゥリストにこのシール貼ってたら心配になるよ。できちゃった。二刀流にしよう。剣ってどこにあった？素材使えば使うほど高得点になるの？いや、わかんない。それについてはあの全くわからない。
なんか今ちょっと楽しくなっちゃって、あ、これあれじゃあ、あの黒ひげ危機一髪っていうかさ、食後の天狗に水を掘る。その水あと1秒経過したら真っ二つにならない。大丈夫大丈夫、乗ってる、あの張ってる感じで、トドの可能性も捨てきれない。サントリーはやめとくわ。頭に刺さっちゃった。あ、じゃあ回復アイテムをちょっと、じゃあ、そう、あ、これは結構いいな。あ、これ色変えてほしい。変えたい、変えたかった。サングラスも光ります。ピースから黒ひげ危機一発になっちゃったよ。頭から武器出す人、しんちゃんの映画で見た。あ、そうなの。そっか、じゃあ再現性あるね。これでどうかな。マイルドは血の表現かと思った。違います。多忙な現代人。ピカピカドット。水の方が矛盾した。コーヒー吹いた。じゃあこれをあの並べて、全然入んねえ、これ使えないシールだな。印刷しとこ。ツイッターに意味不明なステッカーあったって、さらされそう。そう、心外なんだけど。メッセージ性は確かに高いかもしれない。発送するね。ちょっとそれもやっぱ怠らないようにしていかないと。ちょっとそろそろバイト雇いたいんだけど。ダメかな。よいしょ。現代人、剣が悪い。幼少期のタンスの裏か冷蔵庫感ある。どういうこと。幼少期のタンスの裏って何。あ、増やしておいた。もういるわ。現代人。じゃあこれで、パッキング、できてたっけ。またあんま見ずにやっちゃったよ。クリスマスってか、まあ冬のやつと、どこいった、リラックスと、雪原を行こう。で、パッキング。並べてみると少し小さめなんだね。あ、これね、なんか拡大率がなんか微妙で、これだとすごいでかくって、で、でもこれだと、違うな、これ。これだとめっちゃちっちゃくてって風で、上はね、なんか微妙みたい。今捨てたやつってマイナスになってないよね。大丈夫だよね。祝福された猫。はい。あ、ラブリーだって。家庭用キノコ、レースゲーム、森、1、2、3、よ、皿。君が注文しているものは特段ラブリーとは思ってないけど、どうお思いか。あ、でもいっぱい注文してもらえたから、ちょっと飴置いとくか。できた。家庭用キノコ並みに人気商品になってほしい。あ、ちょうどいい時間帯になりました。一番右のステッカー怪しすぎる。あ、よかった、失敗になってないや。お、プラス30もらったよ。リラックスの土台になって、猫の土台にあるやつ。やばい、作ってらんないこれ。とりあえず発送するわ。大人気ショップなんだけど。トーテムポールと寿司あげる。寿司あげる。トーテムポール。トーテムポールもうちょっと印刷した方が良さそうだな。
ハーブティーも。でもなんか何も言われたことないけどさ、上の方この辺ちょいって回っちゃった、ちょいってなっちゃってると折れ曲がっちゃいそうでさ、一応微調整してる。今回のステッカーが次に売れるか気になる。ご機嫌サウルス、ご機嫌サウルス、森とレースゲームか。森、レースゲーム。緑色好きだね。じゃあ緑でいこうか。緑でいきつつ、緑のアイテム。まだ来ませんね。サボテンおじさん、ドーナツ、新作ゲーム。新作ゲーム。はい。家庭用キノコが。ハンドメイド。3枚。ハンドメイド、案外でかいんよ。で、照明写真1枚。家庭用キノコ1枚。はい。サボテンおじさん、祝福された猫。おやつ、家庭用キノコの五感の良さ。あ、来た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 よ、来ました来ました。あの祝福だねこれ。うわ来たって来ました、2枚も来ました。現代人ピッカピカに光ってる。うん、サービスしよう。じゃあね、まずこの、いや、こっちだ。この包装紙に、これにして、で、注文ありがとうね。コンペイトあげよう。チョコも入れる？チョコはね、ここにある。できた。ありがとうございます。サボテンおじさんが毎回結構、やり玉に上がるんだけど、リラックス、リラックス減ってきた。リラックス減ってきた。リラックス。リラックス。トーテムポール。あ、この辺か。オッケーオッケー。森も少なめだった？え？かなりの種類を。これに弱いんよ。これにすごく弱いんよ。混乱しちゃうタイプなの。どうなってる？この辺には何もないかな。てか、てか、現代人やんけ、よく見たら。こっちね。また来た。こうね。こうね。オッケーオッケー。なかなかニッチな感じだね。上の配置覚えてないせいで混乱してそう。そうなのよ。はい。出して、印刷がちょっと微妙すぎる。ダメだ。特殊な趣味はい、ハートすごい増えた。初めての買い手以外にもおまけをつけてくれるいいお店。そう。ドロドロに溶けてないといいね。クール便で送ったかな？あ、ありがたいありがたい。まずいって。注文数がえらいことになってる。新作の星がどんなんかな。あ、っていうかさ、あの旗の注文なくなったね。まあそんなこと言ったらロックオンもほとんど来てないと思うんだけど、多分なくなったと思う。削除の翌日からちゃんと切った。現状、あ、見えないんだ星。これ何の方法で見えるんだ。まあいいや、とりあえず真摯に対応していきましょう。
雪原行くをご機嫌サウルス寿司あげるポーデンポール、どこ、あったあったこの辺に連続してるのか、あまだあるんだ、あ結構多めに注文してくれた、これ何か分かんないんだけどさ、これ入れとくわ、なんか座薬みたいなやつ、骨、健康的な骨なんだよねこれ、骨、森、ドーナツ、はい、リラックスと雪原を行くを、プロが好き、プロっぽいのが好き、ニヒルなサンタ、おじさん好きだな、おじさん好きだ、この人は、この人はおじさん好きです、で森、森も好き、森のおじさんが好き、このステッカーや座薬も扱ってるの、そう座薬も混入させることが可能となっております、扱いが在庫処分のそれ、あやたまか、おじさん好きね、あまたおじさん好き、あと王が好き、危ね、現代人送りそうになった、はい、骨にちゃんと骨ペーパー合わせてるの好き時々ね、こうこだわりを発動させてしまう、1234で新作ゲームと寿司あげる、123よしよし、なぜに飛び出てしまうのかわからないけど、おじさんあと1枚だった、やば、勝手におじさん好きな人にされてかわいそう大丈夫、あやたまのおじさん好きだから、無双問い、新作ゲーム、やばい、本当処理能力の低さ、絶対に自分より効率よくできるアルバイトを雇った方がいいよ、別に正社員でもいいよ、いってらっしゃい、客の方じゃないよし、まあまあまあこんな時間に、ちょっとなんか買うわ、ここは買い切ってある、可愛い系買い切った、顔買い切った、でこの辺はちょっといや、あ、まあ、ここ消化しておくわ、買っておくわ、もうどの道ね、実績でね全部買ったっていうのがいるわけよ、なので買います、一思いに、多すぎなんだよなできればお金が、ハートがなくなったので、できれば日本語で漢字とひらがなでお願いしたいところ、失敗してる、本当だ、星あるね、うん、あ、うん、これ何、これ何、あーこれ祝福された猫にくっついてるパーツか、うん、現在この中にはあ、やばいやばいやばい、特にあれはなかったね、パーツごとに経験値みたいなのがあるのか、そう、あ、そっかって考えると、さっきの質問だけど、たくさん素材合わせた方が良さそうだね、一度に得られるね多分、ってことはさ、現代人が売れれば売れるほどうちらにとっては良いんじゃないの、これひょっとして、あ家庭用キノコ、わ現代人、冬、あー、あと、あれね、食べ物系ね。オッケーオッケー。よし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 。現代人、実はめちゃくちゃ高いとかないの。あ、そっか、素材を組み合わせてるから。あ、それこそさっきの商品のところで、
何か見えたような気がしなくもないんだけど。食べ物を守る現代人ありがとう。ミミズの王と、あ、待って、入れすぎた。寿司あげると、ってことは新作も素材豊富だからいいのかな。あ、そうだね、あの新作素材豊富だし、今後もなるべく意識して作っ、まあでもね、シンプルな方が可愛いのもあるから、あんまりその攻略のことだけを考えてやりたいわけじゃないけど、一回あの最強の、僕が考えた最強のステッカーも作ってみたいよね。念のため発送して作れるか、作れるか。で、ここにあの自動的に価格設定されてる。これ。あの、保存のマークがフロッピーディスクなのすごいと思うんだけど、フロッピーディスクの左にあるのが、自動的に付けられた各ステッカーの、ごめんなさい。各ステッカーの値段。ステッカー界のキマイラが生まれそう。そんでさ、このさ、ミミズの王がめちゃくちゃ安いんですけど、昼ご飯もちっちゃいとダメみたい。一番下まで行くとは思わなかったでしょ？これコーストね、一番下行っちゃう。ちっちゃめダメだ。なるべく大きく、あ、そうだもん。だって、これさ、恐竜、あと何か知らんけど、あの、なんか丼的なやつ、音符2個っていうのを組み合わせた小さな小さなご機嫌サウルスが3円。所詮ウジ虫かミミズの王です。で、この2パーツしか添えてないけど、ちょっとミミズの王よりでかくなってる、こいつ、照明写真は6円。さて気になる？現代時10円だ。思ったより高くない？思ったより高くないんだけど、ちょっと意外なんだけど、4円の王も現代人乗っかってるから、安すぎ。不機嫌サウルスも欲しい。不機嫌な、不機嫌さの恐竜いないんだよな今んとこ。この中だと高い方ではあるけど、そうだよね。というか、まあたった1枚の値段と考えたら、まあそりゃそうなんだろうけど、で、一番高いのが骨ってこと？じゃあ。おやつの方が高い？おやつ高い。おやつで、え、なんで？え、意味わかんない。ちょっとさ、あの、高そうなスタンプ作ってみない？今から。今、自分の予想だと、まずデカさ。これなんて2枚組み合わせただけのインヨル魚。ゴリゴリデカいおかげで10稼いでんだよね。で、骨も結構デカい。おやつ小さいのに高い。ね、印刷のところでこれざっと見ると、おやつね、意外と中ぐらいだよ。だね、昼ご飯が小さい。これで大体わかる。一致ボーナスみたいなのあると、どうなんだろう。この骨やと、この骨、下のバッテンになってる骨は同じ素材を使ってるね。デザインのボーナスありそう。もしかして、現代人減点されてない？そんなこと言われたら。インヨル魚がこのレイアウトね。で、ミミズの王なんてもうぎっちり詰まってんだけど、昼ご飯がこんなにも印刷できるのに対して、実はおやつは8なの。これくらいを狙っていけばいいんじゃないかな。剣と矢で10円まで上がってる可能性。ちょっと、ギリギリ作れるから行くわ。何がいいかな。キノコが必須ではあるんだけど、あ、違うよ。こ行こう。いや、キノコは結構あの落ち着いて控えめな佇まいで行ってほしくって、そうなのよ。この潰したらステッカーを裏
裏側にほとんど押し当て潰したらどうなるかっていうのも実は気になってるんよ。キノコシリーズ、おじさんシリーズ控えてるのか。結構控えめな感じに今してて、一応もうコンセプトはね決まってるんだけど、他に尻相撲作ったら楽しそう王で行くよ、ミミズの王でね。王シリーズいいじゃん。そう、うちの売りはやっぱ王なんだよ。これいらんくね。こっちじゃない。ネズミの王。来た。供物持ってきてる。そう。あのね。キノコの王。なんかマリオチック、そっちが王。そう、これが前に出てくれんと困るな。違う、これが下に行けばいいんか。ちょっと待ってね。木の、あ、いいです、すごくいいです。ちなみにおやつは段ボール紙だったんだよな。現代人キノコじゃないのかこれはもうキノコの王なんだけど、こちらの王は荘厳な感じじゃなくて控えめな感じなのね。一切触れられないネズミネズミはちょっとまあ供物を持ってく係というか。ただね、実は控えめな佇まいではあるんだけど、冷徹な部分もあるから、凍えるスパークで行こうと思う。ここもお値段に関係する、わからないでも普通の白紙よりかは値上がりするんじゃないの。初見さんいらっしゃい。今控えめな王のステッカーを作ったところだから、ちょっと見てね。ネズミはすぐに飢えるのにチーズくん備えさせるとかひどい。ここに今控えめな王というものができました。今日作ったのは現代人と控えめな王で、実は王って別の王国の王もいて、こちらにミミズの王で、そのシリーズもので雪原を行く王もおります。え、高い、ちょっと待って、値段見てなかった。逆に初見に意味わからないもの見せるな。14円、初見の王も混乱する説明の雑さこれ高いわ。あ、来たね。え、あ、骨に並んで最高価格来ました。控えめな王強くない？ちょっと寝るね。そんで我、ハート稼がなきゃいけない。注文受け、うわ、やば。結局どれのせいで値上がりしたんだろう、わかんないなるほど、わからん、わからんよね。とにかく今ステッカー屋さんやってるから、この証明写真と鳥とトーテムポールか、注文があったものをさばきながら余暇時間を使って新しいステッカーも開発していかなきゃいけないっていう、結構多忙な身なんだよ。
見ててもわからないからセーフ。あの普通にこれやっててもわかんないから大丈夫だよ。でもあのコンセプトはちょっとなるべくみんなに伝わりやすいやつでいこうかなって思っている。こう哲学的なものじゃなくね、物的な、何が何だか分かるようになるべくしていきたい。引用、ああ新作入ります。ひとまず現代人のステッカーと言い寄る魚のステッカーをご所望ですね。はい、名付けが哲学かもしらん。あ、言い寄る魚が減ってきちゃった。もう旧作かもしれん。確かにさっき作ったけどもうすっかりてか来たよね。えあのここで見るとめちゃくちゃ分かりづらいわ。まず森の注文がありました。で1枚だけ多分これ様子見、あ、印刷してない印刷してない印刷してない、待っておまけつけないと。ちょっと待って、印刷忘れとった。印刷しなきゃいけない。何したっけ、凍えるスパークにしたんや。実は手厳しい王ってことで全然入んない。手動で詰めないといけない。これなんとかならん？あの空間管理能力高い人なんとかならん？なりそう？横長にしたからこんなことにならんか。どうにもならんねこれ。これあの台紙に印刷中ね。あと一個いけそうな気配はある。なんか、あ、ここなんとかならんかな。ちょっと待って。なんとかならん？いけるんじゃない？あ、ちなみにあの、この配信やってるときすごいリラックスモードで、動画撮ってるときもそうだったんだけど、あの、肘ついてめっちゃ適当にやってるんで、ごめんなさい、あの、時々、肘ついて、頬杖ついて、しかもマイクの手前でやってるから、時々声が、くぐもってる遠いよっていうのがあったら言ってくださいね。無意識なんで。いけるだろう。ネズミいらんくない。頑張って。あとちょっとだって。あ、腹立つ。ネズミがいないとチーズもいないんだと。それはダメだ。いけ、行きなさい。いける。いける。いけた。ああ、大変だった。時間が、まあちょっと全部は発送できないかもしれないけど、ちょ多めに印刷しとくね。別に多分そんな期日ギリギリのものとか、ないだろうから。あ、しまった。また増やしちゃった、これ。この印刷を切り取るのむずそう。ほんとだよ。それで、今ここに上がってきてる、印刷したものが上がってきてるから、初の、注文ありがとうね。じゃ、供物を。また来た。でも、言い寄る魚ほど、スペースに困ることはない、収納の。鳥。昼ご飯。オッケー。鳥、皿、ドーナツ、サボネンおじさん。よっしゃ。
そんで最高なステッカーだね。どうもありがとう。家庭用キノコ。サボテンおじさん。とリラックス。おじさん。おじさん系が。ニヒルなサンタ。おやつ。ご機嫌サウルス。はい。あ、やば。出すのも忘れた。寝るわ。なかなか時間の制限がね。これちなみに時間の進みの、やばい。やばいことになってる。時間の進みの速さは一応ノーマルになってる。他にどういう選択肢があったかは知らん。見てないからね。お、すごいたくさん。あ、回しちゃった。まあ、いっか。ね、注文やばいよね。もう行列のできるステッカー屋さん。爆誕。これ。レースゲーム。リラックス。冬。あ、リラックス足りてない。あ、じゃあリラックス2個あるんだ。猫のリラックスと、そっか、リラックス2回使ってんだ。今気づいたわ。で、雪原を行く王。で、パッキング。あ、古いのも、ご所望だね。ハーブティー。冬。はい。森。控えめな王。カラフルでいいね、控えめな王。ミミズの王、さりげなく3種類出演してるんだね。そうだよ、ひいきしてるから。かなり。雪原を行く王です。だってこれみんな使わなそうじゃん。なんかかわいそうだからさ、やっぱうちで活躍してほしいなって思って。寿司あげる、雪原を行く王を冬。冬は普通におしゃれなステッカーとして欲しい感じ。自分で欲しい感じある。現代人に入ります。現代人、ハーブティー。このハーブティー物理なんだよね。なんか、はい、ハーブティー、トーテムポール。そして、お、新しいの好きだね。てか新旧兼ね備えた注文が来た。はい。じゃあさ、出さないとまずいから、この16通先に出して。え、まだあと5件もある。なんて人気の店なんだ。すごい忙しい。おやつ、おやつ。はい。新しめだな。あ、でも雪原を行く王だけ先に3枚。何に使うのこれ。家庭用キノコ、ニヒルなサンタ、そして控えめな王。おまけ付き。時間がない。寝る。3件残ったか。わっわっ、ハートいっぱい。また買う。あ、もうダメ。さばけない。もう全然さばけない。ちょっと買い物行こう。現実逃避でこの辺を消化していき。買い切った。勢いでいけ。もう行くしかないね。で、言葉、あ、なんか1個だけ書いてない。だいぶ買ったぞ。ちなみに今日こんなにさばいてるけど、別に実績は解放されてないからね、多分。控えめな王と皿ね。
あ、久々に来たね。証明写真久々に来た。証明写真、証明写真。トーテムポール。はい。この本当にさ、動画でも言ったんだけどさ、このハッキング作業中に時間が減ってくシステムじゃなくて本当に良かった。じわじわとさ、メーターがあって急いで入れないといけないっていうやつだったら、多分ほとんどの業務を失敗で終えてたような気がする。今時間はまだ日中だから大丈夫で、骨パニックになって投げ捨てそうだよね。絶対投げ捨てる。そういうせかされる系がかなり得意だから。骨二連骨。ビジュアル系か。家庭用キノコ信奉者現る。こうだ。ハンドメイド。ハンドメイドもたまにこう、単品で、これだけを求めてくる人いるんだよね。インヨル魚もそうなんだけど。だから古いやつはそういうなんか根強いファンがいるんだよ。おじさん、おじさん、控えめな王ね。OK。癖の強い注文だ。よし。君のショップを友達に教えないと。あ、お願いします。キノコ好きと、王が好きな人と、あとおじさん好きに紹介してもらえたらと思っております。よし。お、だいぶ枚数減ってきたね。あ、マジで。ハンドメイド。ロックオンもか。意外と雪原を行く王をロックオン、リラックス、多くなってきた。冬、おじさん系、家庭用キノコ、控えめな王、補充したいところ。もう時間ない。いいね。星5はまだ爆誕してないのか。はあ注文多くない？ね、ちょっと人雇用した方がいいって絶対。これをね、いつまでも趣味の延長上としてさばこうと思ってるとパンクしちゃう。危険だと思う。かなり危険。しかもそろそろ作りたいんだよな。法人化しよう。ほんとね、ちょっと法人なりしてきて、もうどん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 人を雇用していきたいところではある。無視するね、これ。作りたいもん。アップグレードして。あ、今日闇鍋配信になってるから、ちょっと食べ物系でいくか。このラーメンやばくない？まあ、シチューもなんだけど。天津飯作るんでしょ。天津飯か。天津飯、天津飯。ちょっと再現性低くなるかな。よし。行くぞ。
これは何だろう、まあキノコなんだけど、キノコではあるんだけど、なんていうか、この可愛いっていうジャンルの中に入ってんだよね、これ。生きてる時代のキノコの王。脳みそにマスタード注入されてるけど大丈夫、直ちに影響はない。こいつは倒れとくか。何タルタル、これなんだろうね卵の絵が描いてあるのかな。この人体実験で思うわいや、これあの人体実験というか、まあなんというか、うーん、そうだな、一応あの最初にこの株で実験はしてあるから大丈夫で、その実験に使われた株が横に置いてあるっていう格好になってる。で、このようにして王はできます。っていうメッセージが伝わりたい。ハンドメイド恐ろしすぎるってこんな、ちょっと D がね、A に見えちゃうといかんので、少しこれをずらす格好で。けどまあ、でもこのキノコもすがすがしい顔をしてるとは思ってる。あ、わかった。ちゃんとこれはあの楽しいことなんだっていうことだけは明確にあのしておくわ。切るの難しそう文字に王冠つける、あ、それなんか可愛いかも。なんかさ、てかなんかさ、なんかあの愛とかあればよかったね。アルファベットの愛とかさ、そしたら割とあのその愛のちょんちょんの、あこの位置だと邪魔にはならんけど、なんでもない H で良さそう。ちょっと待って、あのコピーライトマークみたいにしとくわ。いや、ごめんなさい、やっぱりどうしても想像の斜め上、ありがとう。
これ以上ちっちゃくなるのだよな。なんとか憑依してくれ。したM をミミズでいいんじゃ。けどさ、このさ、ここがね、離せないのよ。つまり、え？あ、やば、これどうやったら取り出せる？あ、ひっくり返すってこと？もしかして。まあ腹に置いとくか。それでまだちょっと後ろの辺が終わってなくって、これ見えなくなるな。あの喜びのキノコの胞子をまだ飛ばしてなかったから、あ、かわいい。これ諦めてないからね、あのさっき断念した入れ物になります、こちら。何言ってるのかわからない通常運転これあの格納用の壺だから、あ、いいですね。ナシジル武将的な感じあ、そうそう、まあ大体そんな感じ。あ、これの色変えられたら、ちょっと待って、こっち出してみて。いやでもこれだと湯飲みになっちゃうから、なんかちょっと本意ではないよね。これしかないか。そうだな、上に白丸とか置いたら下の M 消せたりする。ちょっと待ってね、この辺で調整していこう。よし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 、これいく、これいく。あっいや、さすがだね、このアドバイス。これどう、気持ち、あ、あの王冠どこ行った？やばいやばい、王冠がどっか行っちゃった。よし、来た。うん、王冠があの消滅するところであった。
ちょっとこの四角の出が気になるかもしれないけど、そこはあのこちらで逆にこうやって補っていくというか。すごい。今後も隠れミミズに期待できた。メッセージ性が高いな、ミミズの。シャイニー姉妹でしたっけ？下地にも見える。おう。あ、カラフルだね。作られし王です。増やしとくか。OK、あの完全に今日は注文をあの放棄して作成作業してしまったゆえに絶対明日から大忙しじゃん。価格を見ておこう。作られし王も14だ。これは来てるわ。そしてあのなんか似ちゃうんだよな、こう。わかるかな？同じ日に間隔空けずに作ると結構似ちゃうね。これはパッと見でわかりづらいな。14円王シリーズ。やっぱあの、うち王を押していきたいから、あ、ちなみにこれあの、ラショップ一応、ショップの色合いとか、水玉模様をハートにとか飾り変えられる。変えた結果こうなってるけど。うん。で、これがどうしても変えたかったんだけど、こいつだけは変えられなかった。どうにもならない。正反対の飛び出す王でも作れば解決するよ今あの下土台があの結構まっすぐになってて、上のあたりがモリモリっていう感じのものを今日多く作ったのね。だからなんかまた別の機会で今度は四角枠とかでもいいし、あと逆三角形型でもいいし、形を変えていきたいなっていうのもちょっとある。いやでも王の仲間増えてよかったね。これで一応あのミミズの王を、雪原を行く王を、で、あと、ここにいる。ここに現代人のところにミミズの王いるし、こっちはこっちであのキノコの控えめな王がいるし、ここはあの、ハンドメイドのところに王が出演してる、ミミズの王が出演してるだけでなく、ちゃんとあの、後ろでね、王が作られてる現場っていうのも目撃できたから、よかったんじゃないでしょうか。全部のシールに王隠したくなるからそのあのウォーリーを探せみたいな。寿司あげるにさりげなく水の王いてもわからなそう。これそっくりだもんね、色合いが。これあの交えてもおそらくバレません。っていうかこの縁の色と水の王の色はほとんど一緒なんだよね、おそらく。うん、寿司あげるはあのシンプルな、多分誰向けにしたっけな、なんか忘れたけど、急にあのこの色合いを作りたくなったっていうような、そんな出来事だった。早くあのこの辺の実績も解放したいんだけど、なぜか今日はすっごい楽しんでいろいろ作ったにもかかわらず実績の解放はゼロでした。残念。